黒いお洋服が着れないんじゃ。セリザワールド。皆さんこんばんは。 FM924AM1422 ラジオ日本ギフちゃんがお届けするアイリスセリザワユーのセリザワールド with you が始まりました。どうも。そうなんですよ、はい、私ですね、黒い服を今日は着てるんですけど、今日は着ちゃってるんですけどね、もう一生懸命コロ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 して着てきたわけなんですよ今日も。いやでも本当に着れなくなっちゃって、私ですね、初めての方はあれなんですけど、毛の長い猫ちゃんを飼ってるんですね。でも飼い始めた頃はもう赤ちゃんだったし、なんかそのなんていうの、まあちょっとずつ大きくなってるから毛も長いとはいえふさふさぐらいだったの。でも最近その1歳を迎えた、もうムサムサなの、ムサムモサモサ具合がもうモッサンモッサンになっちゃって、で体重も重くなっちゃって、もうね今しかも寒毛期っていう、こう冬用にこうさたっぷり毛を生やしてたのを、まあ、春と夏が来るからちょっとねすっきりさせようっていう猫の時期で、でもなんかさ、知ってる皆さん魔女の宅急便知ってますか？知ってるよね、知ってるといいな。魔女の宅急便って作品の中でね、あのキキがそのなんかパーティーに行く時にその魔女用の黒いワンピースしか持ってないって言ったら、そのパン屋のおそのさんが、よく名前出てきたな、おそのさんが黒は女を綺麗にするみたいなこと言うのよ。あれめちゃくちゃいいシーンな。かつ私の大好きな人たちはね、結構黒いモデルさんとかさ、黒いなんか上も下も黒みたいなコーデをしがちなの、なんだろうね。だから黒を着てる女性が私は結構好きなの、なんかかっこいいじゃん。なんか服とか着飾んなくても顔が可愛いから最強みたいな感じが出てて好きなのよ、黒いのが。本当にさ、なうちの猫毛が白いもんだからさ、もう黒い今日もやばいの。しかもね、玄関でコロコロしたとするじゃん、でも例えばバッグとかにも毛が実はめっちゃついてて、そのバッグからその家から出た後バッグの毛が自分の黒いニットについて、結局毛だらけみたいになって、そうもうさ毛がさ無限に出てくるわけよ、恥ずかしいの。しかもあと太陽の光を浴びるとよりさ、なんか分かっちゃうのよ、この白いのが目立って。もうそれが本当にね今日は恥ずかしくて、だからそう今日は黒い服着ちゃってきてるから、本当にずっとね現場で近くに来ないでください誰もって思ってた、恥ずかしいから。そんなゆうせりざーちゃんでーす。ツアー中なんですよね今、アイリスちゃん。あと世の中ゴールデンウィークですね。でもまあきっとねお家にいたり、まあ、なかなかねどうなってるかわからないですけど、みんなが日々楽しく過ごせていたらいいなと思います。でも結局そうなのよ、こうやってもう猫がいて毛がほんと困るんだよなっていう、なんかのろけみたいな、彼氏がほんとさもうこうなんだよなっていう、そののろけみたいな、そういうやつよ。こう文句言ってんだけどなんだかんだ好きだから幸せみたいな、そういうそういうユーセリザーでーす。そんなセリザーちゃんのモードでーす。はい、ってことで今日はですね、あ、そのツアー初日がね無事終わって、その感想メールがいっぱい来ておりますので、今日はね普通歌、あとレイジンのイベントもあったのか、なんかそういうイベント系のねメールがいっぱい来てるんで、今日はそんなのをたくさん読んでいけたらいいなと思います。はい、今日もあなたをセリザワールドに、質問をね、したいと思います。はい、アイリスセリザワユーのセリザワールド with you ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。それでは今日の1曲目をお聴きください。あ、今月発売ですね、5月19日にリリースされます私のサードシングル、聴いてください。セリザワユー with DJ コー&モッツでエビバディエビバディ。アイリスセリザワユーのアイリスセリザワユーのアイリスセリザワユーのセリザワールド with you。
ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいまオープンキャンパスは来校型の体験説明会とオンライン説明会を同時開催しています。ぜひあなたもお好きなスタイルで参加してみませんか。次回オープンキャンパスは5月8日土曜日、9日日曜日に開催します。5月8日土曜日は私がゲスト出演しますので、イベントの詳細はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第410回目の放送もついにエンディングです。はい、メール、本当にカーニバルのメールはね、あとすごいネタバレがねたっぷり入ってるやつとかもう私が読んで、そこよかったよね、わかるって感じでうんうんとなってますからね。まあここからまたいろいろ回っていくんですけど、もう全然気にせず私にはちゃんと届くんで、感想なんかもね普通歌でぜひぜひ送ってきてください。はい、それじゃあゆーちゃんからのお知らせです。まずは今月ですね、5月19日に私のサードシングルエビバディエビバディユーユーユーがリリースされます。そして6月6日はですね、作詞作曲のモツさんも出演してトーク&ミニライブを生配信で行います。ぜひ皆さんいろいろねエピソードトークなんかもすると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。エビバディエビバディユーユーユー、どちらも生パフォーマンスをします、だそうです。みんな見ましょう。そしてオンライン特典会なんかもねいろいろあるんで、よかったら公式ホームページ見てください。はい、その他の情報はアイリスのオフィシャルホームページとオフィシャルブログ、そしてツイッター、あと私の TikTok もぜひチェックしてください。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆーちゃんの妄想タイム、ゆーちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆーちゃんがギューッとしてあげるこちらテーマがですね、ギューッとされた時の BGM なんですけど、ちょっとですね皆さんあのエピソードなんかがあると嬉しいなと思いまして、もちろんそういっぱい送ってくださってるんですけど、なぜその曲を選んだのかとか、ここの歌詞が合うからとか、まあこういうシチュエーションに合うからとか、先輩後輩とか、なんかいろいろそのなぜその曲を選んだかをね、ぜひ皆さん送って書いて送ってください。さらに自分の住所ね、電話番号、名前をぜひエトのコーナー MVP 決めてプレゼントするので、住所的なものもついでに書いて送ってきてくれたらなと思います。そしてゆうちゃんの音楽対ゆうちゃんのかまってレ本、こちらはゆうと電話で話してみたいトークテーマと電話番号書いて送ってきてください。非通知設定も解除してくださいね。そしてゆうちゃん言うよねはゆうに言ってほしいトークテーマ、はい、書いてください。さらには普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります、チェケラ。さらにさらに番組の YouTube もチェケラ。詳しくは番組のホームページをエビエビ覗き込んでね。はい、ということで FM924 AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、私結構夢中歌ってる瞬間好きですね。夢中グラフィティ。